2 0 0 9 p d c チャレンジトーナメントは2009年に開催された初開催の PDC チャレンジトーナメントである2 0 0 4 p d c ワールドダーツチャンピオンシップより PDC ワールドダーツチャンピオンシップの日本人プレイヤー枠は存在したが2 0 1 0 p d c ワールドダーツチャンピオンシップから PDC チャレンジトーナメントのチャンピオンにこの枠を与えることとなった これにより、このトーナメントで優勝すれば、PDC ワールドダーツチャンピオンシップに出場できるという明朗な選抜方式となっている。初チャンピオン及び 2010PDC ワールドダーツチャンピオンシップ出場者は、村松春樹となった。なお、ザフィナールは、ダーツ最高峰のレフリーであるラスブレイが来日し、レフリーを務めた。本戦の日程、会場、 放送などの情報は以下の通りである。まず、西日本予選と東日本予選があり、これらの予選を通過するとザフィナールに出場できる。なお、各予選とザフィナールの3つのイベントは、それぞれ1日のうちに行われる。全試合で行われる。西日本予選と東日本予選の形式は、 参加人数が異なることにより試合数が異なることを除けば形式は基本的に同じである。また2009年は西日本予選が行われた後に東日本予選が行われたが前者において上位4名に残れなかったプレイヤーは後者に参戦することも可能であるため日本のトップ層を中心に両予選に名前が見られるプレイヤーが多い。両予選は ラウンドロビンと本戦の2段階になっている。ラウンドロビンまず、ラウンドロビン形式のグループ戦を行う。本戦本戦はシングルエリミネーション形式で行われる。ラスト8からのシングルエリミネーション形式である。レッグ数は以下の通りとなっている。本戦本戦における結果は以下の通りである。西日本予選からのザフィナール出場プレイヤーは1位通過の 橋本守広氏、2位通過の吉田博和、3位通過の赤松大輔、そして4位通過の村松春樹であった。ラスト16準々決勝ここで勝利すれば、ザフィナール出場となった。準決勝決勝本戦本戦における結果は、以下の通りである。東日本予選からのザフィナール出場プレイヤーは、1位通過の竹内敦史、2位通過の松本嵐、3位通過の 沖山祐一、そして4位通過の味木健一であった。ラスト16準々決勝ここで勝利すれば、ザフィナール出場となった。準決勝決勝ザフィナールの結果は以下の通りである。チャンピオン及び 2010PDC ワールドダーツチャンピオンシップの出場権を得たのは、村松春樹であった。村松は、このトーナメント以前、たった一度しか、 スティールティップダーツのトーナメントに出場した経験がなく、それより、はるかにスティールティップダーツの経験が豊富な橋本、守る姿がワールドチャンピオンシップの切符を手にするという大方の予想を裏切ってのことである。以下は、その結果である。プレイヤーの前の1から4までの数字は、予選における順位、東西は通過した予選を表す。 ここでは 2010PDC ワールドダーツチャンピオンシップにおける村松春樹の結果を紹介する。今回の活躍により村松は PDC ワールドダーツチャンピオンシップにおいて日本人プレイヤーでは初めて第0ラウンドを通過し第1ラウンド出場を果たしたプレイヤーとなった。また第1ラウンドで1レック取得した最初の日本人プレイヤーにもなっている。形式 ベストオブ7レックス第0ラウンドにおける村松の対戦相手はポーランド予選を勝ち抜いたクシュシュとュクであった。結果は以下の通りである。統計値ュトクレック景色ベストオブ5セッツ第1ラウンドにおける村松の対戦相手は当時 PDC オーダーオブメリット7位のロニーバクスターであった。統計値ュトクレックとセットロニーバクスターの結果。 村松春樹を撃破したロニー・バクスターは、その後準々決勝まで勝ち進んだ。2010PDG ワールドダーツチャンピオンシップにおける、バクスターの結果は、以下の通りである。ありがとうございます。